はい、それではよろしくお願いします。なんかそう、今日2人欠席するからみんな尺を伸ばしてくれって言われて、ああそうか、じゃあスライドいっぱい追加しとこうって、追加したらなんか時間オーバーしてるみたいなことを言われたんで、ちょっと早めにやります。はい、自己紹介としては徳北と申します。株式会社ウサギで、画像認識と自然言語処理を中心にやってて、それとは別で趣味で、まあ、AGI 系のことをやってて、で人工知能アドベントカレンダーとか書いたりとか、最近なんか日経テクノロジーオンラインさんでなんか連載が始まったりとか、そういうことをしています。で、会社でやってることの事例の一つとして、さっきタスク思考型の対話みたいなことをやってたので、それか私も会社でやっていて、で、まあ、インが人間が喋ったやつで、アウトがそのボットが喋ったやつなんですけど、まあ、なんか短文が多いんですけど、結構アスキーアウトを使ってきたりとか、あとなんかこれはなんかアーマードコアのキャラクターのなりきりなんですけど、なんかそれちゃんと返し口調を合わせて返してとか、まあ、あとこれその文章に適切な A ですね、ありがとうございますだったらなんかこういう顔とか、なんかそういうのを適切に返すようなボットは今作ってます。で、あと趣味だとなんか、一次視覚野の再現みたいなのをシミュレーションしてて、で一次視覚野は、まあ、知ってる人今回あんまりいないかもしれないですけど、なんか方位選択性コラムと色選択性コラムとかがあって、でかつ似たコラムは近くに配置されてて、しかもスパースな表現っていう特徴があって、でそれをなんか自動的に自然画像から生成できないかみたいなのをやって、でその左がシミュレーション結果の図で、まあなんか似たコラムは近くにあるし、あとそのオレンジの部分とか青い部分の色選択性コラムが固まってるとか、まあそこそこできてるかなっていう感じはします、っていうことをやってます。で、今日話すことはそういうのは全然関係なくて、運動制御について話します。で、なんで運動制御について今回話すのかっていうと、まあ一つは運動野とか大脳基底核とか小脳の機能解明の足がかりにすると、一応まあ全脳アーキテクチャっていう名目なので、その脳科学的にその脳がどういう仕組みで動いてるのかっていった部分について脳をその調べることでそれが分かるだろう。で、他には、その柔軟で動的で省エネルギーの運動制御っていう特徴があって、まあ、次であるんですけど、今の制御工学って結構進んでて、で例えばその工場とかに行ったら、そのライン作業をロボットがすごい高速でやってるとか、あとはまあアシモとかビッグドッグが歩いてるとかいろいろあるんですけど、ああいったロボットはその男性体、そのバネとかサスペンションがないっていう合体で動いてるっていう過程をして問題を解いてることが多くて、でそうなるとアクチュエーターがすごい効果になるし、あとはその人間とかは例えば歩くときにアキレス腱をそのバネみたいに使って歩いてるんですね。でそうなるとこう踏み込んだ時の力をもう一回その地面を蹴る時の力として使えるので、すごい省エネルギーだと。であとはその自由度に応じて制御すごい困難、例えば腕とかはその60度ぐらいありますけど、そうなると行列がすごい複雑になってプログラムも大変になると。ただそのより生物的な運動制御となると、まあ、さらに安価で軽くて省エネルギーのアクチュエーターが使えるようになるんじゃないかとか、あとその柔軟で動的な制御、例えば人間だったら、まあ、足を少し怪我しちゃって、で最初はちょっとうまく歩けないかもしれないけど、しばらく歩けばまあ慣れてきて簡単に歩けるとか、そういった特徴があるので、そのあたりをうまく応用できないかといったモチベーションがあります。で、運動制御の大まかな概要についてなんですが、だいたいこういうふうになってて、入力は簡単で、その脳幹っていうかその脊髄から信号が上がってきて視床に入る。で、出力は主に大脳神経の運動野から脳幹に出力されると。で、他にもなんか大脳から小脳に行ってもう一回視床に入ってくるやつと、大脳から大脳基底核に入って視床にまた戻ってくるっていうループもあります。これについてはまた後で説明します。で、まあ、入力はいろんなところに行くんですが、出力は基本的に一次運動野からしか出てこない。で、次に CPG っていう、多分全然なんか聞き慣れない言葉だと思うんですけど、中枢パターン発生器っていうのがなんか動物 の脳幹とか脊髄のあたりにあって、でこれが何してるかっていうと、そのリズミカルな協調動作パターンを生成するっていうことをやってるんですね。例えば、まあ、人間もそうですけど、歩くときに
その具体的になんかどっちの足をどういうふうに動かすかみたいなね、あんまり考えなくて、歩くって思っただけで後の動きはなんか自動的に生成されるわけですね。で、まあ、他の動物の例えばあの犬がなんかこう頭をガーって引っ掛けやつとか、鳥が羽ばたくとか、ああいった動作はその脳の上位中枢でいちいち計算しないで、もっと下位の中枢で自動的にそういうパターンを生成するようなニューロン群があって、それに対して信号を送ってるっていうのがあります。で、例なんですけど、ここでは4つのニューロンがあって、で、この黒い矢印はその興奮性の入力で、丸い矢印、矢ではないですけど、丸いやつが抑制性の入力になってます。で、これ何をするかっていうと、例えばその入力の X の部分でパルスみたいな、ステップ関数みたいなやつを入力すると、Y1 と Y2 でこういうのが出力されるんですね。結構簡単な、まあ、ただ4つのニューロンを組み合わせただけでも、割と複雑なそのパターンみたいなやつが生成されると。で、これの応用例として、これはどっかの研究室がやってるやつなんですけど、そのヘビ型ロボットですね。ヘビ型ロボットってやっぱり結構この関節が多いんで制御が割と難しいんですけど、ここではその CPG を利用して、でその具体的にどのサーブをどういう角度でどのスピードで動かすかみたいなやつはあんまり考えなくて、とりあえず動かすっていうのを送ると、あとはその中枢パターン生成器の方でなんかこういうグネグネする動きを生成して、で結果的に動けるようになる。ちょっと急ぎ目で、で次は大丈夫です、はい、到達運動になります。で、到達運動とか協調運動は非常に難しい問題で、逆に言うと今結構ホットな話題なんですけど、そのどういう問題かっていうと、その体の一部を地点 A から地点 B に移動すると、まあ別に単にこの物を取ってまた運んでくるとか、そういった簡単な動作なんですけど、結構難しい。で、なんかどう難しいかっていうと、その順モデルだけだと解けなくて、例えばその目をつぶってる状態でなんか目の前にあるこのコップを、なんかこのコーヒーの缶とかを取ろうと思っても結構難しいんですね。なんかすごいゆっくりやれば指に当たるかどうかをフィードバックしながらこう探すんで簡単にできるんですけど、そうじゃないときは例えば目をつぶってなるべく早く取るみたいなやつやるとちょっとずれちゃうんですね。で、それは脳内でこう視覚情報とあとこの感覚情報を統合して何かの計算をした上で少しずつこう修正していくから簡単にコップが取れると。で、それ自体も難しいんですけど、それに関して取り得る軌道が無数にあるんですね。別にこういうふうに取ってもいいし、こういうふうに下の方から取ってもいいし、あるいはまっすぐ取ってもいいんですけど、実際はなんかそんなにまっすぐには動いてないんですね、手の動きが。で、まっすぐにも動いてないし、その加速度も結構違うんですね。最初ゆっくりで、その後急激に速くなって、で目標に到達する直前でだんだん遅くなるっていう動きをします。で、どの人間も大体同じような動きをするし、滑らかで無駄がないように見えるので、おそらくなんか脳内で何かを最小化するような問題を解いていると考えられています。で、その何を最小化するのかっていうところで結構異論があって、例えばその到達するまでの時間とか、その運動をなるべく早くしたい、これを取るんだったらなるべく早い時間で取った方が、生き残りには有利だろうとか、あと当然その消費エネルギーが大きいとか、消費エネルギーが小さい軌道だったら、まあ、もちろん当然無駄がないし、それも当然生き残る上で重要だと。あとはその到達位置の誤差とか、まあ、いろいろあります。で、それでその躍動最小モデルとかトルク最小モデルとか分散最小モデルとか、まあ、いろいろ提案されています。で、ここでは結構有名になった分散最小モデルを紹介するんですけど、分散最小モデルっていうのはウォルパートって人が考えたやつで、筋肉も神経も絶対ノイズの影響を受けるんですね。しかも結構大きくて、例えばその筋電図とか撮った人は分かると思うんですけど、なんか筋電図撮ってもなんかノイズがものすごいたくさんあって全然うまく撮れないし、その感覚入力の方も、まあ、その神経が結構不安定なので、そんなに正確な信号を送ってきてくれないんですね。だから出力にもノイズすごく乗っかってるし、入力にもすごくノイズが乗っかってると。で、かつこの分散最小モデルだと、
その激しく動かすと当然そのノイズの影響も大きくなるだろう。でどうするかっていうと、それらノイズの影響を最小にする動きが良い動きで仮定する。でこの分散最小モデルで繰り返し運動させると、結果的にその、まあ、到達地点の分散を最小にするっていうモデルなんだけど、その軌道も結果的には滑らかな動きが得られるようになるんですね。でしかも調べると人間の動きの特性と結構一致してて、例えばさっき言ったそのこの加速させる、最初は遅くて中盤速くて、で最後また遅くなって取るとか、ああいう動きの特性とも結構一致する部分が多いので、分散最小モデルをベースにしてそれの改良したものが最近は結構使われているみたいです。でこのその滑らかに動かすっていうのが、分散最小モデルとかさっきの CPG だけだと全く説明できなくて、そこで小脳の役割っていうのが入っていきます。で小脳が何やってるかっていうと、まさにその滑らかな運動に必須の部分 で小脳障害されると、そのなんか知能指数とかにはそんなに問題はないんですけど、その到達運動とかでかなりめちゃめちゃの動きしちゃうんですね。で例えばこれさっき説明してたやつですね、これは正常の時 その手を動かした時の加速度なんですけど、急激に速くなってその後急激に遅くなるみたいなのを描くんですけど、小脳障害だとなんか急に速くなったり遅くなったりでこう触れながらこう撮るようになっちゃうんですね。で例えばあとはなんかこうサイン波みたいな波々を描いてくださいみたいなのを言うと、普通の人はこういう風なやつが描けるんですけど、小脳に障害を持ってる人だとこういうなんかガタガタな線になってしまう。というわけで、その大脳がちゃんと、運動信号を出してても小脳がその滑らかな運動に変換できてないと、全然なんかこうガタガタした動きになってしまう。で、小脳は具体的に何やってるかっていうと、小脳には、ね、その運動の終点の誤差が入力されるんですね。例えばその到達運動した時にちょっとずれてたと、でそしたらそれがどれぐらいずれてるかっていう信号が小脳に入ってきます。ただその誤差自体をどういうふうに計算してるのか全然未解明で、なんかとにかく何かを経て小脳にその誤差が入ってくるんだけど、その誤差をどうやって推定してるのかはちょっとよくわからない。まあ多分この視覚を使って、まあ、こう誤差を推定するし、あとはその感覚情報も推定するしで、かなり複雑なプロセスを経て計算されてるみたいなんですけど、ちょっとまあ そのあたりはわからない。ただまあ入ってきてるのは間違いなくて、でそれとは別にそのどういうふうに筋肉を動かしたかと、どういうふうな出力をしてるか、あとその誤差情報、その3つを全部小脳に受け取ってるんですね。でかつその信号を受け取るたびにシナプスの結合が変わってて、で成長期増強とか言うんですけど、でこの3つを踏まえるとそれってバックプロパゲーションと一緒なのではって考えた人がいて、でそれはショーのパーセプトの説と言われています。で、ショーのはそのディープラーニングじゃないアーキテクチャを採用してるみたいで、要は3層の構造をしてるんですね。これなんか信号がすごい入り組んでると分かりにくいんですけど、基本的にはこの3つの信号、3つの層があって、でそれぞれでこの横のつながりはなくて、こう下から来てこういうふうに移動してまた戻っていくみたいな、で本当にバックプロパゲーションみたいなネットワーク構造になってて、そのディープラーニングとかはその層を厚くすることで表現能力を増やしてるんですけど、小脳の場合はそれはやめて、まあそのシャローネットワークですね、浅いネットワークにする代わりに、そのこのプルキエン細胞とか分子層とかの細胞の数をすごい増やすことで反応能力を上げていると言われています。でこれの小脳パーセプトロン仮説をベースにしていろんなモデル提案されていて、これはあの電通大の山崎先生が提案しているやつなんですけど、まあ、さっきのこれですね、これのつながりをほとんどそのままモデル化したやつ で、ここでその神経の長期増強が発生して、でネットワークが変わって、あとまあここで入力入ってきて、あとここから出力と誤差信号が入ってくると。で実際これで
なんかタイミング制御みたいなことができて、例えばそのボールが飛んできた時にバットを振るみたいなのができるようになって、最初はそのボールが飛んできた瞬間にもうバット振っちゃって全然話にならないんですけど、何度か繰り返してるうちにそのボールが飛んできて、なんかその何ミリ秒後にそのバットを振るとちょうどいいみたいな、そのタイミングの制御ができるようになるんですね。でそれでロボットに、まあなんかうちわみたいなバットなんですけど、ボールが飛んできた時にうまくこう打ち返せるようになる、そういったこともできるようになってます。で最後に大脳基底核の役割なんですけど、大脳基底核の方は髄運動と協調動作とか動機づけ、まあ、なんか結構いろんなところに関与してるんですけど、その運動制御の点だと、まあ、動機づけ、その体を動かそうって思うことに結構対応してます。でなので障害されるとその筋緊張とかがに影響が出て、まあ、パーキンソン病とか、例えばその体は動かそうと思ってないのにこういうふうにちょっと動いちゃったりとか、あと逆に、まあ、なんか動かそうって意思は少しあるんですけど全然なんか体を動かせない、なんかやるぞってい う, こうやる気が起きなくてその体が動かなくなっちゃう。逆にその人間に立てって他人に言われたりしたら立てるんだけど、自分の意思ではなんか立てないとか、そういった、影響が出るようになります。でこれのモデルなんですけど、強化学習だと言われてます。強化学習自体は多分あの前の発表とかにもあったのでみんな知ってると思うんですけど、強化学習のうちの TD 誤差信号が大脳基底核で表現されてるってことが解剖学的に分かってて、まあ、それでその TD 誤差がそのドーパミンとして表現されてて、そのドーパミンの放出量を最大化するように大脳基底核が動いてるんじゃないかと。でそれはもうほとんど強化学習と一緒なので、強化学習ベースで大脳基底核のモデル化を進める研究があります。まあ例えばここにネズミがいると、でこう環境が、まあ、世界があって、例えばなんかレバーがあってこれを引くと何が起きるか分かんないけど、まあ、なんか試しにレバー引いてみたらジュースが出てきたと。でそしたらもうこうレバー引くようになるし、あと例えばこのブザーが鳴ったらなんか床に電流が流れるみたいなやつやると、こうブザーが鳴ったらすぐ逃げるとか、そういった行動ができるようになるわけで、それが強化学習で、大脳基底核がそういうことをやっていると言われています。で、まとめとしては、今回はそのディープラーニングとか全然話してないんですけど、運動制限に関与が大きい部分を紹介しました。で大脳はその待機的な運動計画、まあ、なんかディープラーニング的なことをやってて外界のモデル化をしたり、世界の予測をしたりしてるんですけど、小脳はそれ の, その待機的な運動計画に従ってそれを滑らかに運動させるっていうことを担当してます。で大脳基底核は、そもそも の, その動機づけ、 何かをしたいって思う部分をやってる。例えばさっきの、会話生成の部分ですけど、今のボットってなんかその動機がない、雑談するときに何かをしたいみたいな動機がなくて、でそれで結構バラバラな、なんか局所的に見れば合ってるんだけど待機的に見るとなんか何言ってるのか分かんないみたいな会話をしちゃうんですね。で例えば人間だったら、会話であれば、まあ、なんか物によりますけど、ビジネスだったら相手からなんか情報を引き出したりとか、まあ、普通の友達の会話だったらなんか仲良くなりたいとか、そういった動機づけがなされるんですけど、そういったモデルが大脳基底核内にあると。で、最後に脊髄の部分は CPG があってパターン生成をしている。で、パターン生成部分は、まあ、大脳のからの信号に従ってパターンをどんどん生成して、で細かい部分の動き、筋肉の制御を担当しているという構造になっていると言われています。はい、以上です。ちょっと時間ぴったりです。ありがとうございます。素晴らしいタイムマネジメントの内容もさることながら、せっかく時間もうまくマネジメントしていただいたので、質問がある方はぜひ質問していただければなと思います。なるほど。まあ、多分なんか あんまり、あ、どうぞ。雑談対話では動機づけさせるのが難しくて、そうですね、その対話行為においてもその大脳基底核っていうのが動機づけになっているか、それとも言語処理関係についてはまた脳の別の分野が動機づけになっているのかというと、
言語処理関係については、その対話の生成とか聞き取りとかにはウェルニッケアとかブローカイアが対応してて、あとはなんかその比喩の表現とか相手がそのなんかよくわかんないけど何かをしようとしてるみたいなのを説明するときは各界とかが働くんですけど、そもそも喋りたいかどうかとか誰と喋りたいかどうかについては大脳基底核の影響がすごく大きい。ありがとうございます。他に何かありますか？じゃあ僕からいいですか？はい。例えばなんか画像じゃないや、認識、脳の認識のところとかっていうものの知見ってすごい人工知能に応用されようとしてるじゃないですか。認識に関してはそれに対して運動っていうのは実際にこの人間の、こういう知見をロボットに応用しようっていう動きはどれくらいの温度感なのかとか、小脳とか個体個体なら参考にしてるのは分かるんですけど、全体として応用できるのかできないのかっていうのはそもそもどう思われてますか？いやもうでも結構実用化はされてて、例えば二足歩行ロボットとか、まあ、昔の四足歩行ロボットだとあの ZMP がありますよね、あれで制御してることが多くて、例えばアシモとかもそうなんですけど、あれの欠点ではそのサスペンションとかが使えないんですね。その関節が全部理想的に動いて、で筐体もその合体をで、できてるっていうことを条件にやってるので、例えばあれはこう床に踏み込んだ時に滑ったりしたらもう全部計算破綻するんですね。だから、ZMP を使ってるやつって結構その中腰で動いて、しかもこう床に、足の裏の前面をつこうとするんですけど、例えばなんだっけ、ボストンダイナミックスのビッグドッグとかありますよね。あれは結構違ったやつをやってて、なんてやつだっけかな、そのパターンを生成して CPG とまあちょっと似てるんですけど、そのパターンから外れないようにそのループを回すみたいな処理をしてるんですね。でそうなるとああいう風に結構安定して走れるとか、あとはそのソフトアクチュエーターが今ちょっと流行ってて、例えばその空気圧で動くやつとか、あの電動で動くあのモーターと歯車の組み合わせとかだと、その外からの圧力に結構弱いとか、あとその関節部分がめちゃめちゃでかくなるとか欠点があって、ソフトアクチュエーターは注目されてるんですけど、ソフトアクチュエーターってその例えばこうぶつかってもアクチュエーター自体がこう変形するので、その衝撃に強い、その人間との協調動作にしやすいとかメリットあるんですけど、制御しにくいんですね。位置決め精度が悪いとか反応速度が遅いとかいろいろあって、でそれって筋肉も一緒なんですね。筋肉も位置決め精度はその筋肉が持ってる性能自体はそんなに大きくないんだけど、その制御がすごいよくできてるからかなり複雑な動きができると。そういったそのソフトウェアの部分が進化すれば、今まであんまり実用化されてなかったソフトアクチュエーターが使えるようになる、そういったメリットはあります。ありがとうございます。はい、じゃあ門間さん、ボストンダイナミクスでちょっと前にバズった動画があると思うんですけど、転んで起き上がる動画ですね。 あれってどこまでこういった脳に基づいて実装されてるかっていうのは、でも多分アトラスが起き上がるやつはなんかそんなにあんま関係ないと思う。割と従来的な制御を使ってると思います。まあ勘ですけど、なんか見た感じはそんな感じします。ありがとうございます。はい、お願いします。僕はあまりこういう介護学的とか脳科学的な分野での脳の働きについては専門外なんで、勉強したいんですけど、さっきおすすめ別の方がおすすめしたみたいな神とか言われてる本わかんないです。私はなんかあんまり本見なくて論文当たるタイプなので、さっき私が書いた人工知能アドベントカレンダーとかだとあそこはその全部出典書いてあるんで、そこから当たるのがいいかもしれない。別になんか本文は読んでくれなくてもその出典のところだけ読んでいただければ割と有名どころは全部押されたと思うので。ありがとうございます。はい、ぜひ本文も読んでください。すごい早いお願いします。機械学習するときに、報酬でドーパミンという風にあったんですけども、それをエミュレートするにあたって、ドーパミンの出方みたいなのをどういう風に出すかっていうのが結構大事だったんですか？そうですね、それは考え方がある。その強化学習も結構いろいろ手法があって、例えば有名どころだと旧学習とか、あとは最近だとアフタークリティックとかがあるんですけど、それで例えば
級学習だったら割引、報酬の割引率とかがあって、その報酬をそのドバッと与えるんじゃなくて、ちょっと、1未満の数かけて、少し割引いたやつを上乗せしようとか、アクタークリーとかだと、なんかちょっと口であんまり説明できないですね。でも とにかくなんかそういう複数のアルゴリズムがあって、それでまあそのドーパミンをどういうふうに割り振るかとか、とその状態の価値を、例えば行動するときに A と B の価値が行動があって、どっちを選択するかとか、それの計算方法が異なってくるんです。で興味があったら強化学習関連のアルゴリズムを調べていただけると結構詳しく載ってると思います。他にありますか？あ、じゃあお願いします。現状機械学習はその単純なパーセント論を応用したものを使われてるんですけど、でもその脳神経科学に詳しいその現地から見て、そこまで単純化したモデルでどこまでいけるか。ああ、そう、それは よくある批判で、特に単純パーセプト論とかは、まあ、明らかにちょっと単純化しすぎなんじゃないかと言われてるんですけど、ただその神経レベルでのシミュレーションみたいなやつも結構あるんですね。ただその個々のニューロンをすごい細かくシミュレーションしても、なんか果たしてそれはなんか意味があるのか、そのなんか適切な流度でシミュレーションしないと脳のことがわからないんじゃないかっていうのはあって、でそういった部分で、まあ、今回のその強化学習とか強者より学習とかはかなり待機的な部分ですけど、もう少しその下だけどあんまり下すぎないみたいなところを目指すのがいいと思います。例えば、まさにおっしゃる通りで、私はなんか結構そのもう少し細かい流度で脳をシミュレーションしないとわからないんじゃないかっていう、その動機でこの一次視覚野のコラムレベルで、そのシミュレーションして脳とその大体同じようなことができるのかとか、これをやったらどういう計算ができるのかとか調べたりはしています。それはそのパーセプト論に三次元だけみたいなものを残せて、ああもうそうだし、例えばその各ニューロンがどういうふうにつながってて、あとはその近くにあるニューロンを抑制性入力っていうのを送って活動しないようにしたりするんですねCPG でも出てきましたけど、そういった部分もシミュレーションするっていう必要はあると思います。そのなんか脳の、特に大脳の方だと、その大脳を構成するその最小の構成単位は何かっていうのがよく考えられてて、でそれがそのコラム構造なんですけど、そのコラム構造の役割さえ分かれば、それの組み合わせによって、大脳のモデル化ができるんじゃないかとは言われてます。だからそのコラム構造以下 その構造については、私はそんなにあんまり興味はない。大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そのコードってブログとかで公開されてますか？ちょっと落ち着いたら公開します。まだちょっとあんまり妥当じゃないところがあって、例えばなんかこれだとその多分オレンジと青は反応してるんですけど、なんか緑に対応するニューロンが出てこねえなとかいろいろあって、なんかそれは私のモデルが間違えてるのか、それとも自然画像に緑が少ない、でも緑が少ないなんてことはないだろうしなとかいろいろ思って、ちょっとまだ公開はしてないです。あ、すみません、あ、もう一個あるんです。あ、もちろん、はい。脳で大脳神経と基底核と小脳、まあ大体三つくらいでそれぞれアルゴリズムが違う。まあ大まかに分けると、はい。なんかあれはなんか小脳でパーセプト論で表現できるって話があったんですが、個々の分野ご領域ごとでなんか実装というかモデル化できるものでしょうか、それともお互い相手がいる前提で作られているから全体でやらないと無理。いやでも今のところはその相手をなんかその存在しないっていうか、大脳大脳でやってるし、特に小脳は小脳で結構完結してるし、小脳内でのネットワークが結構単純なんですね。その横方向の連携がなくて、入ってきたらあの酸素を経て即返すみたいな構造をしてるので、そういう意味でもその解剖学的にも結構分かりやすいっていうメリットはあって、例えばだからさっきの小脳のモデルは完全に小脳1個のモデルとして動くようにはなってます。あ、ありがとうございます。はい、じゃあこれぐらいでいいですか、ね。はい、じゃあもう一度は拍手で終わりたいと思います。